ゲームラブ。はい、どうもおちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。 63.8キロ、今日も63キロキープとなっております。はい、そんな、私なんですけれども、今日も昨日に引き続きオリンピック、今回はとにかくオリンピックの、まあ、ルールだったりそのいろいろとね、波紋を呼ぶ出来事が多かったような、気がします。こちらの話題も結構衝撃的だったのでちょっとやっぱ取り上げておきたいなと思って、流しておりますのでぜひ見ていただければと思います。壁の高さはあまりに残念。スポーツクライミング森明菜さんでいいのかな、これちょっと待ってください。森愛さん、ホールドに手届かず痛恨の0点というね、記事なんですけれども、この、スポーツクライミングっていうなんだっけあれ、ボルダリングみたいな出てこなかったスポーツが、今回行われて、そこに森愛選手という、方が出場されたということなんですが、問題はまあその試合のコースがあって、森選手がちょ身長が154センチと少しまあ競技の、あれとしてはちょっと低い身長の選手なんですけれども、その最初に登る場所っていうのがめちゃくちゃ高いところに掴む場所があったようで、これだけね、そのオリンピックに出るっていう選手が最初の一歩目に届かないっていうところで、これはコースおかしいんじゃないかという問題が今起きていますと。で、結局それで0点だったということのようです。いや、森選手はホールドに対して何度も助走をつけてチャレンジするも手が届かず落下を繰り返すと。大きく出遅れた森さんは得意のリードで、全体最高の 96.1 を叩き出して猛追を見せたが、あ、これなんかいくつかコースがどうやらあるみたいですね。他では、全体最高の得点を叩き出したと。なのにそんなすごい選手なのに、その最初のその第一課題、最初ホールドっていうやつに手が届かなかったと。でこれね、その本当にまあ思うんですけど、ルールが公平だったのかどうか、っていうところがまあ正直気になりました。で、どうやらそのコースの作り方っていうのは曖昧なようで、例えばですよ、どんなに難しくても何センチ以上は高くしてはいけないとかいう決まりはどうやらなさそうなんですね。だったら身長が低い人にはきついコースなんじゃないのかなと、まあ思わざるを得ない今回のまあニュースだったと思うんですけど、これに対して有名な、すいません、名前が出てこない、羽鳥さんと一緒にいる、すいませんちょっと調べますよ、まあちょっと後でちょっと調べますけども、要は身長がちゃんとあれば問題なかったんじゃないのかって言われてたらしくてですね。いや、これ僕ちょっとこういうの 大嫌いっていうか、身長が高い人は届くけど高くない人が届かないで、何その低いからダメだったから問題だったんじゃないのか。じゃあ俺聞きますけど、じゃあ2メートルにしか届かないような設定になってても、じゃあ誰も
ぴょんぴょんやって届かない、それでいいんですか。言ってることは一緒だと思うんですよね。2メートルあれば届いたんでしょう。全然つまんねえでしょそれって。こういう公平性のないルールって絶対あってはいけないと思うんですよね。例えばですよ、何センチの人が出場するなら最低でもこれ以上話してはいけないとか、かも最初からもそれに沿った、別にこの森さんが特段小さいってわけじゃないじゃないですか。女性で150センチなんかたくさんいますよ。チビでは決してない、僕はそう思う。こんなこれだけそのメダルが取れるかもしれない選手が、しかも他の種目で最高得点出してる人は届かないって、普通に考えておかしいやろ、おかしいだろって。その大人がそのコース作ってる時に誰か思うだろうって。それをやっちゃうってもうちょっと頭おかしいとしか僕には思えないです。辛かっただろうなと思いますね。こういうのちゃんとルール決めるべきだと思います。今回ってなんか何それみたいなのいっぱいなかったですか。ちょっと今回と話題変わりますけど、なんだっけ、無差別のルーレットかなんかあったでしょ。あれとか、そのなんて言うんだろう、あのルーレットの仕組みどういう感じで作ったんだろうって。もうなんかパチスロの俺もあれにしか見えない。だから要はどうにでもできるんじゃねえのかなって。もうパチスロのルーレットと小坂さんがやってたあのサイコロはもう操れるって思ってますからね。小坂さんのルーレットあれたまに怪しい動きありましたからね、あれね。そうあれが空気読めんで変なとこ投げちゃった人がハマったりとかしてね、小坂さんが慌てるみたいなシーンがあったような気がしますけど、あと分かる人に後で調べてみて。いやでもほんと普通にね、その客観的に人からツッコミを入れられそうなルールとかはもう少し話し合って決めた方がいいんじゃないかなって自分はまあ本当思いましたね。じゃないとこうなっちゃいますよ。まあいろんなことを言われてますよね。その開催国が、はい、森選手に不利になるように作ったんじゃないかって。でもそう思われても仕方ないですよ。だってこのコースにしたらこの人もう試合出れないじゃん、0点になっちゃうんだから。ひどい、こういうのはもう僕はもう絶対にいけない。この4年に1回だから、4年に1回よ。いやーもうなんかスポーツマンシップとは一体何ぞやって思ってしまいます。僕こういうなんかもうせこい手を使う人もいるけど大嫌い、本当に。なんかね、戦うして勝つっていうのがもうもはやもうこういうことを言うんじゃないのかな。そんなんで勝ったと思いますかって言いたいですよ。はい。ちょっとちゃんとルールをちゃんと決めてやってほしいです。あと柔道のやつもなんかもっといい方法を考えてほしいなって。ルーレットはちょっと僕、電子ルーレットはあんま良くないなって。本当に思いました。やるならちゃんと仕組みまで見せるべきだなというのが自分の感想です。やっぱ何か声が上がってる時点でおかしいっていうことなのでね、しっかりまた考えて次につなげていただきたい。二度とこういう話題にならないように次はやってほしいなと思って今回取り上げさせていただきました。皆さんのご意見よろしければコメントをお待ちしております。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。